元は近江町。急に緊張してちゃったな。カニが甘いでしたっけ？そうです。それよりね、あっち行くチャンスがあったら、イカ。イカが全然違うね。夏にと違いますか？庶民カニばっか食っちゃう。すごい甘くてさ。うん。で、山の上に近江神社っていう神社があって、夏はセミ取りに行って、こんなでっかいメカデが木にへばりついてて、ぶったまげた経験があります。美味しそうですね。そういうことを回想しながら、副題に主人公はすでに現世をさまよう亡霊かもしれないっていう気持ちで書いた冬の前にっていう曲をやります。誰か